ゆうた、ひゃいバッハ髪洗ったことないヤマト、コンラッタです。今日はね、今日は問題解決。皆さんちょっと今回どんな企画をやるか全く知らないと思うんですけれども、企画発表の前にちょっと聞きたいことがありまして、最近メンバーで遊びに行ったのはいつかなっていうのが、毎日一緒にいることはいるじゃないですか、うん、プライベートでみんなで遊びに行くみたいなことはあんまりなくて、まあ忙しいからっていうのが理由だと思うんですけど、まあそんな中でもちょこっと2人とかなんか遊んだエピソードあるかなと思って。あっちゃんとポケモンバトルとか。ああ、もう撮影場所以外で。あ、撮影場所で。ああそれこそパッて思い出せるのは、うん、ヤマスとリオとサウナとか。あー、半年ぐらい前。あっちゃんとゲオにゲーム会に行ったりして。ああ3ヶ月前とか2ヶ月前とか、うん、俺らって今何して遊ぶんかな。それこそ今度言うとダーツ行こうよみたいな会話を前出したから、うん、俺1個やりたいなって1回ボツになったんだけど、企画で釣り。あーそれこそ普通に毎週オフ1個あるとかのチームだったら、2週目のオフ釣りユーモア釣り行こうよとか俺ある気がする。何ヶ月に1回とかのオフだとさすがに使わないっていうので遊んでない気がする。ユーマってお前釣りキャラつけたいの？え、釣りって楽しいの？超楽しい。超楽しい。グンって来た時のあの楽しさ。レベチよ。釣りショーダーの日はあるよ。いつ？え、小学生の時。え、やつ釣りショーダーない？俺あるよ。一回だけ。一発目で俺フグ釣ってるから。フグ釣った。なんか重たいからこう引っ張り上げたらこれくらいのフグ釣る。隣にいたじいちゃんが、おフグや千葉県でさ、フグはけど毒あるからなって、インサイドで蹴られて捨てられた。親父に。あっちゃんもある。もう一回だけある。高2の修学旅行でやったの。何そのみんなの釣りしたことある感じ。タイ釣った。え、釣りってすごい楽しいよね。来る感じが気持ちいい。そうなの。俺もカサゴ釣ったことある。カサゴ釣るの。釣りしたことあるんかい。じゃあお前だけもらえないけど、聞いといて。一番強いの釣るな。中でもカサゴ。俺ボーイスカウトやってたからさ、釣りをやっぱするわけですよ。大島に3泱4日で行くんだけど、基本的に取ったものだけで飯食えみたいな。めっちゃ釣りしてるよお前。あの潜って盛り付けもしてる。盛り付けもしてる。お前だけ盛り付けもしてる。うわすげえ。そのままそれ企画でやりたい。素潜り企画とかやっていて。うわー苦手。絶対嫌だ。もうみくずになるよ俺ら。もくずや。もみくずになる。この前聞いたんだけどさ、海ってまだ全体の 3% ぐらいしか知られてないらしいね。海ってさ、だから調べれるのにそれなわけやん。その時点で25万ぐらいの生物がいるらしくて、もう全部調べられたらやべえよっていう。じゃあ全然知られてない生物とかがバリバリ発見されていく可能性がある。ヒューガーみたいな人が泳いでるかもしれない。まあね、だからしょうがないよ。俺そんなんじゃない別に。俺みんな入ってる。海の中で昼でランク5。火がつくものがあるかもしれない。海の中には。ボンも最近発見されたばっかの。誰が海の生物園。まだ一瞬目だもんね。ボンか。もうマネージャーによく引きずり込んでうちは。何の曲何の曲。今日はですね、こんなやって泳いでヒューガくんの企画になります。俺なの。ヒューガの企画ということで本日の企画発表したいと思います。ということで本日の企画、ヒューガついに携帯を変える。ヒューガくんと今から携帯を変えていきたいと思います。変えんの。変えれます。今日変えます。大丈夫、データとか飛ばない。そう、ヒューガくんがね、契約が苦手っていうのがありまして、この間のオープニングトークでもね、まあ、ヒューガくんがずっと携帯変えれずにいるよみたいなとこがあって、僕がね、ヒューガくんの携帯を変えに行くっていう話だったと思うんですけど、まあ、やっぱり忙しいですから、もう企画にしちゃう時代来ましたよ。結構苦しみましたよ僕も。写真撮れないわ、インスタライブ途中で切れるわ、充電弱いわ。まあけど友達が携帯変えるの嬉しいんだよな。新しい電子機器ってやっぱ上がるやん。あいくつになっても。俺もだって俺は女子か。超久々だから俺新しい携帯。そうね。いつあれ2年半とか。いやもっと3年3年経ってる。3年越しに携帯を変えるっていうのはやっぱり。写真とか何枚ぐらいの給料って。2000枚とか。こいつ絶対保存してないやん。俺全然撮るし写真。めっちゃそれしか保存してない。俺自分のカメラでこうやってやったことない。ゆうたちゃんは。俺1万1000とか。あああっちゃんは。俺2万6000とか。おお、多分動画のあれが多いんじゃないですか。あ、ないからね。そうそうそう。わざわざ。で浦田さんがすごい悲しくて、でも3000枚とかしかないんだけど、見せてもらったよこれ。
な写真フォルダしたら、あの全部差し入れ問題が地獄なのがやっぱユーマってさ、 LINE のトップ画をさ差し絵から選ぶよ。今あのサトシトップ画ですけど、シールで後ろ EV これですけど、綺麗、かっこいいな、いいな。3つ目 iPhone13 か今。13って呼ぶの。え、俺13だ。うわぁ、加藤種族だもん。加藤種族だもん。出ました、 iPhone 1と。え、誰が一番古かなの。俺や、俺とあっちゃんだね。俺も11だ。最新機種やん。うわマジ弱お前ら。いや、マジ弱今のお前。今だけだぞ、いいやん。じゃあ、行ってきてください。え、何よ。え、機種名。無理無理無理。いや、だこれ。そんな、だって、加藤種族なんて言われたらね。いや、いや、やばかった、すごい、12。他は加藤種族なんでしょ。まあ、ヒュータとあっちゃん、マジで弱い。すげえ。え、だって、俺の2個下でしょ。あっちゃんのやっぱ、カバが汚い。これはね、年間通して汚くない。あっちゃんいつもそこに米みたいなのついてない。今もさ、そう、4S めっちゃ米ついてたんだ。別にお米ついてるじゃない、スライドしたら画面終わって真っ白なんだ。なんか昔さ、あっちゃんが使ってる 4S バキバキに壊さなかったっけ。俺ヒューガンチの下でチャリでふざけててぶつかったんだよ。ユータが俺にじゃれてきて自転車でこのまま倒れちゃって、左のここがもの下敷きになっちゃって、もう家帰ったらバッキバキになってた。やばかった何もいじれないでしょ。でも iPhone 壊れたといえばやっぱり力屋さんじゃないですか。ああ、渡辺さんの仕業でね。力屋かレキアが一緒に登山してたんだよ。下通り登り終わって頂上見て、ルンルンでみんなで下ってた。だからそのレキアがめっちゃかっこつけて歩いてたから、俺もテンション上がっちゃって、レキアーみたいな感じで肩を思いっきり掴んで、思いっきりダッシュしたんです。ただレキアが、ってなったの、携帯が落ちて、めっちゃやるのに携帯、シャーって前に出て、でもう遥か簡単に携帯が飛んでって、バッキバキ。ガッシャガシャ。やっぱヒューガのそこでの名台詞が悪気はないね。終わった人間とした手で話すテンションやろ。いや、もう本当に悪気なかった。マジ悪い悪い、本当に悪い、悪気ない、マジ悪い。マジ悪いみたいな。ずーっと言われますね。リキアのチャリも何回も壊してるし。リキアの株がポコポコだったのはあれ誰の人。それは一応俺とユータかな。一応絡んだことあるのはリキアのチャリに。リキアのチャリを壊すとみんなが笑うから。それみんな悪いよね。あれもうほぼこの感じでいくとさ、リキアがザコキャラみたいになるけどさ、リキアはさ、めちゃくちゃあの強キャラだから。そう、強いやつのチャリとかボコボコになって焦げなくなってるのとかおもろすぎて、ユータのキックとかエグかったよ。エグかったよ。カゴをわしづかみにして膝で俺それ見てたんだけど、カゴがさ縦になっちゃってさ、こうマックのドリンクみたいなこんなになっちゃってホルダーみたいになってさ。だからリキアも別に怒ることなんか返ってるね。リキアもね、他の人のカゴに結構ひどかったから。リキアもやるから制裁が来たみたいなこと言うたから。そんなこんなありまして、今日はヒューガくんが携帯を買いに行くんですけれども、前の企画で話した通りちょっと僕ついていくんですけれども、暇というか時間あるじゃないですか。ご飯食べてたものかな。え、残りの人間おっしゃ。うぅ、何それ。全員でね、ついていっても座れないんですよ。え、だから遊びの話してたの。まあそうなる。みんなは久々に遊んでこい。そう、次ね、この最近誰と遊んだっていう話になった時、3人で行った場所がこのエピソードになりますし、これであの今日携帯変えれた場合、ヒューガ君 TikToker デビューします。今のアカウントじゃなくて新しいアカウントができるということです。ぜひぜひそちらもチェックしていただいて、まあ、今日の動画面白かったなと思ったら、ね、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。さあではやっていきましょう。はい、ということで後日なんですけれども、うん、今からヨドバシカメラの方に向かってヒューガ君の機種変更をしていきたいと思います。いやー、ありがたい話ですよ。これは全くもうなんか本当何を見ても写真撮らないですから。綺麗なご飯が出てきたところで綺麗な夜景があっても撮らないです僕は。え、じゃあやっぱさ、そのユーマと編集してる時ユーマのことを撮るわけやん、うん、あれやっぱユーマが汚いから撮れるってこと。いや、あれは画質を求められてないかな的な。ああなるほどね。そう、もうここはその頑張ってるユーマとかコムドット頑張ってるぞとか、うん、そのまあ他の YouTuber とかに伝わればいいかなっていう。まあ逆になんかモヤとかかかってた方が頑張ってる感出るし。出る出る出る。いやでもそれさ、俺最近思うんだけどさ、裏方が入ってさすげえ部活っぽくなったよ。俺らが最上級学年っていう。そうだ、めっちゃ俺ら頑張んなきゃいけないし、うん、一番仕事できなきゃいけないしの面でやっぱよりモテないなっていう。え、3年がモテないってこと。いや、よりちょっと男子の部活っぽくなりすぎてる。あ、女子にちょっかいとかしか出せなくなった。いや、そうなんだ。最近さ、DM とかしてる。俺が一番最近したのはウランちゃんに編集頑張れって DM 送った。
ストーリー上がってたから、あの今日仕事でみたいな。もっとなんかさ、視聴者の人が知らないぐらいのギャルに声かけたりしてろよ。いやこれね、ビビっちゃってるかもしれないね。俺らが、それとも俺らに、俺らに、あ、にね、俺らってさ、そういうのに全くお高く止まってないような人種だから、やっぱりめちゃくちゃ喜ぶし、ね、いや全然来たら熱いよ、ガチ送ってほしい。いやそのさ、それをどうするとかじゃないけど、じゃあ分かった、じゃあもう最初にさ、そのガチのサインをさ、ちょっと決めとかね、これ動画で言っとけばさ、これガチの暗号サインみたいなのをつけてくれればさ、あ、これガチで来たメッセージだって分かるよ。まあなんかゴミにチンコとかじゃない。いやバカじゃん、バカすぎ。男だけど部活みたいなとこにいるからなこんなこと言ってんだ俺レベル低い下ネタで。だけどこれで来たら俺めっちゃ笑うけどね。本当に今度ご飯行きたいですチンコって来たら俺俺もマジ無理。はい、ということで大喜利ワクワクでーす。キューガ君とヤマト君が主演講をしている間に僕たちはカラオケに来ました。あー盛り上がってください。待って、何年ぶりか俺。いやカラオケいつぶりだろ、うん、でもよく来てましたよね。もう何人よく行く人たちではあった、カナタと行ったり。そうです。俺らもねここに来ましたから。2人でここ来ましたから。えぐっ、 YouTube 始まってたしね。うわー、なんかカラオケ来てみたはいいものの、まあ、だからアカペラだから、そうそう、 YouTube だから使えないわけで、この音源を。どうぞアカペラカラオケだけど、え、とりあえず一周するアカペラカラオケ。あ、まあやってみるか。この変な緊張を解かないと撮影なんて集中できないから。みんなのおはこっていうのを歌うんですか。それちょっとマジでどうやってやるの。やばいよ。最終行きたい人、いやです。消極的な3人。おぉ、かっこいい。これモテるタイプだ。難しい。ちょ、最近プライベートで家にカラオケマイク買ったの。おぉ、強っ。僕は奏でを歌います。一回なんか企画に歌ったよね、マイルユーマンちゃん。うわぁ、こんねいつ始まるんだよ、これいつ始まるんだよ。これめっちゃシュールになるな。さあ、一冊の前へ繋ぐ手と手いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が いつもと悲しみがそっと胸
に込み上げる涙、心の火を消して、あれちょっと高いんだよ。出てゆく誰かを待ってる、アングリさん何歌うんですか。僕は変態紳士クラブさんで夜風に。ああやべえ、ユタ聞こえるぜ俺。いや俺ファーストテイク何回見てると思ってる。不安や不満を問わず目の開けたハイウェイ、車は走ってく理由はのない目、ただあれが立っていいだろ、これは俺の人生さ、なるようになるさ、大抵失敗すらいつか大事。縦に揺られる夜のゴースト、星を眺める今何を思う、あれかけ影が付きまとう、逃げた先にある崖に灯を飛ぶ、を見て浮かすタバコの自己嫌悪、記憶曖昧の金土曜、Oh no、 後悔と懺悔、儚いマウンケン、うまくいと褒めてすることの本気、どうでもいいぜ、夜先にシステム、夜風に吹かれ We go、 不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ、車は走ってく理由はのない目、ただあれが立っていいんだよ、それはお前の人生さ、なるよ失敗すらいつか大事。月の光が差した日、自分に嫌気が差したり、変わらず待ってる旅立ち、でも構わずなってく明日に、夜景に綺麗で夜景に焼けキラキラしてる、不安や不満を飛ばすため窓を開けたハイウェイ、またバカやってさ調子がいいじゃん、I'm OK 今日はテクイージー、ケツでも増えてるので長手でおでき、また先がないから、あらソーリー、ありがとう待ってはハーレー、ありがとう、うーうーうーあーうーうー、まだ信じれてないよ、あの答えを未だ気づけてないの、あの子だってそう、常識に正直逃げるのは病気になりそうなんだよ、教えてくれたのはそよ風のよ風、あるようになるさ大抵、失敗すらいつか大事。80ぐらい、うわー来ました、えぐー
もうだって最初からあってたよ本当に。はい、ということで全員一周歌い終わりましたけども、どうでした？やっぱカラオケって気持ちいい、ね、いやカラオケ超楽しい、歌って楽しい。恥ずかしい。いやお前ほんとひどかったよ。俺なんか共感性周知っていうのかわかんないけど、なんかもう見てて、うん、そううわーってなった。いや要は最終的にカメラのせいにしてたしな。うわカメラで見えないよ。俺だって見えねえし。やだやだやだ。あ、すいません、ちょっと携帯変えたいんですけど。はい、こちらにお切り替え。AU で。はい。AU を AU に。AU ってどういう意味か知ってる？わかんないです。AU は金、光り輝く金。お金？の元素記号。あなたの好きな金ね。お金を稼ぐ会社みたいな。違う。金のようにこう輝くってことだろ。なあ。すごい意味があっていいね。今の青はやばい。俺も AU って会社にしたい。ダメだよ。金のように光り輝く。バカか。今回ってもう AU で決まってます。はい。UQ へのお乗り換えとか希望はないです。何ですかそれ ？UQ あの UQ モバイルっていう。UQ モバイル。ちょっとないです、ね。津島ひかりをご存知ないですか？あ、知ってます。あビリーブ歌ってた人ですよね。ビリーブ。怖えんな店員さんの知識。あの知ってます。いかがですか UQ モバイル。いやそれであの AU で大丈夫です。機種とかって決まってますか？機種13の一番いいやつでお願いします。一番いいやつで容量とかがね。容量とか容量大きいのが512になるんですよ。じゃあそれで13と13プロの一緒で。10じゃない方。13プロじゃない、はい、大きくない方でお願いします。危ない。何乗っかるの全部の話。いやいやいいよ。危なかった。いや店員さんに悪い人いないから。 UQ っていうのがあるんですかじゃなくてさ。危なすぎやろ。危ないとかないから別に。危なすぎやろ。鬼滅の刃とコラボしてる。だから今アンダー30って言って30歳以下の方だったらネットフリックスがただになることです。はい、ネットフリックスただなんだ。で1年間アマプラがただになる、はい、すごすごくね。でもすごい、さすがにすごいわ AU。 512だと、はい、ああ1個下になっちゃうっぽい。あこの色しかないんです。これ出すです。じゃあこれでお願いします。いや容量めっちゃこだわる。あれこのカメラ3つみたいのはプロのみなんですよ。お前プロ。俺プロ。お前プロなの。じゃあプロでお願いします。大きくない方でお願いします。それがいいです。カメラが一番のこだわりだったことに驚きだわ。色もサイズも無視してカメラやん。じゃあちょっとあの申し込み用紙来たから。はい。ね、俺が書くやつ、うん、あ、俺？俺が書くやつっていうか俺が書くやつはねえよ。やばいバレる電話の。うわすげえ携帯の iPhone のケースのカバー。アホすぎやろ会話。どうする気だよこの後。どうする気なんだよ店員さんと。いつもこんな感じだから携帯の時。あなたパスワードとか全部知らないでしょ。だから携帯変えてなかったんだよ。あそれもあるんだ。どうするって言うの。ヤマトお願いする。できなかったら首。えぐ代表取締役明日からあんぎり。えぐ傾くも傾いてえぐいことになるぞ。今回も分割決まりました。分割一括で大丈夫です。一括なら一括で払うです。あ、いくらぐらいですか。お値段の方がですね、フォーマックスの、はい、512GB の場合で、はい、19万8000円。あ、安い。見えはんねん。ありがとうございます。今回はもう一括で、いや、一括です。一括はまあ、このまま継続です。大丈夫です、このまま。めっちゃ見え張ってよ、ヒューが今。そうなんですけれども、はい、今ね、ちょっとパックご利用いただいてますね。あ、そうなんですか。はい、それから新しくなって、容量とか通信料はもう使い放題になります。うわ、でかいっすね。え、マジでありがたいです。ありがたいです、マジで。それで嬉しい。Amazon プライムとネットフリックスの設定になったパックです。うわ、マジだ。YouTube 外でいっぱい見ていてください。あ、もう全然。うわ、マジか、えぐい。ありがとうございます。ぜひお願いします。ヒューが見えはんね。端末代高かったやろ普通に考えて。安い。びっくりしたわ俺も。19万8000円って安い安い。一括で買う人なかなかいないでしょ。え、そうなの。お前顔ちょっと歪んでたし。え、ちょっと何か知らない。持ってるだろ。使っちゃってガチ。何のために入れてんのじゃん。ガチでそれ。ガチでそのバッグ。バッグっていうのお前。バッグだろそんなの。財布だもん。結構スムーズにいってます。うまいから契約。契約うまいとか下手とかないよ。っていうか名前書いただけやん。受け答え真面目にやってんだろ俺が。普通に考えろよ。
私動画じゃなかったらこれ一切聞いてないですから、ね、よかったです動画撮っててめっちゃ聞いてるやん今日。何プスって。おいさ。まあ一周ね全員歌ったんですけども、何をやるんだ。まあ撮れ高が欲しいということで、ケガ君の誕生日ラップ歌いたいと思います。カラオケのところにはないんですけども、まあ、携帯で音楽流してマイクで歌っていきたいと思います。テウ君とジンタンとヤマトのとこはね、それぞれがカバーし合って歌っていきたいと思います。はい、行きましょうか。行きましょう。自分は大したことないでよく言うが、俺からしたらただの英雄さ。ヒューガー今日で23歳、僕に広げる自由な笑い、長い付き合いでおいたい、この先ずっと一体ハズラップも引き入れる言葉を借りる一緒にして、てくれてありがとう。幸せじゃないこと一切ない、いつだって頼ってくれていいぜ。ハッピーバースデーヒューガー、怖いけど誰よりも優しいぜ。夢破れること一切ない、共に泣き笑おうぜ。夢破れること一切ない、共に泣き笑おう。まあ今ので50分ぐらい経ちましたけど、はい、時間も時間なので最後一曲みんなで歌って終わりたいと思います。で最後歌う曲は夜の人笑いで未来地図。しゃー、ついにカラオケで歌う時が来ましたね。愛してる、聞こえてる、君の番、愛してる、雨の日も風の日も、あーずっとそばに。え、違う、金曜日口を聞かない、土曜日曖昧に、いやみんなこれを食べてるやん。ほんとなく戻って、一応ごめんなさいは一緒に口にしてる、誰かが言っていた、愛はそんな人笑いしましょう。
ラララララララ決まりました、ありがとうございました、すいませんでした、ごめんなさい。おお、まあ難しいですね、歌って今度生で聞きたいですけどね、これ見てたらどうか動画撮ってギガファイルで送ってください。以上かな時間もちょうど1時間、まあ、この間に2人は携帯を変えていると、まあ、帰ったら新しい携帯が見れるってことで、息抜きの1時間でした。普通に今度は行きたいね、いや行きたい行きたい、マジ行きたい。ありがとうございました、ありがとうございました。高速割引の企画が、ね、今使っている端末を1年以上使っていただいていることと、はい、使い放題のプランに入っていただくことと、あとは保険、アップルケアに入っていただくことが条件で、トヨタではあるんですけども、2500円と割引が入ります。でかっ、ちょっと安くなります。おー、でかっ、結構安くなった、ありがたいです。まあ、1万3000円ぐらいは合計安くなった。すごい、いや、長く使ってたやつがここで来た。なんだよ、なんだよって、なんだよ。お願いします。すげえ、携帯が変わるぞ、時代が変わるんでしょ。俺をいじるな、300万いく寸前の俺やん、桁変わるぞって泣きながら。ああ、なんかしょっぱいこと言った。しょっぱいって言うの友達のこと。いや、感動の場面よ。なんか言ってたわ、そういえば。だいぶ世話になったのは200万人台みたいなことを言ったわ。200万人台バイバイだね、これで。世話になったね、結構しょっぱかった塩味したわ、あの瞬間。なにしょっぱいって、やばい、うわ、すごいな。触っていいんですか。はい、どうぞどうぞ。うわ、こっちすげえ。ヘラクレスぐらいあんじゃないか。やめろ、カブトムシ歌ったのに。すげえ。誰もわかんねえよ、感動もしねえし。ありがとうございます、確認済みです。確認済みじゃあ、これにて中学の携帯購入完了ということで、最後ね、みんなに見せる iPhone 開封会をやっていきたいと思います。ということで、ヒュアク携帯買ってきましたー。にゃーこの間、この間の滑ってた時のアムギリのモノマネ。結構さ、そのメースカーの画角面白かったよ。あっちゃんが後ろに座ってたんだけど、よかったよ、この擬音系のやっぱギャグは。持ちギャグだから。そのトークに関する笑いの生み出しが一個もなくて、むしろなんかボンを中心にやっぱ展開してて、なんかどういうつもりで撮影臨んでるのかすごい気になったっていうのがあったけど、どうでしたか、アムギリさんって言われた時。いや、もう本当に楽しかったですっていう、なんていうの、もう裏方が初めて動画出されたみたいなコメント。いや、分かったよね、衝撃だったもん、編集してて。そうだよ、俺カットとかやってる時にボンいて、これは何、どこを間延びさせてもあっちゃんが喋んない。うーん、そう、うーん、はー、あ、そう、あれはめっちゃいい方の。あっちゃんどうだったか。うーん、そうだな、楽しかったです。あの楽しかったですだけ俺は使ってるから、まあまだ即答した人みたいになってるけど、迷った挙句あれなのよ。それは本当どういう気持ちなんだ、アムギリ。いや、ちょっとあれはしくじりましたね。しくじりなの、しくじってんの。そういうボケなら俺面白いと思うんだけど、あ、シンプルに言葉探しすぎてて3週ぐらいしてやっぱ楽しかったですね。えげつないよね、あれは。じゃあ見つかんなかったってこと。ただ喋れなかったんだね。検索かけ、まあけどいいよ、あの日はすみすみゃーが面白すぎたから、あれ全部多分総裁できたと思う。だからお前 iPhone11 なんだよ。お、出ました、 iPhone マウント。今回、まあ、僕がちょっとね同伴したわけなんですけど、ダメだなって思うのは、なんか勧められたものに全てがっついちゃうとこ、まあ、これは本当に心配になったね。最初 au の、 あの申し込みに行ったの、 au でお願いしますって言ってたら、横から UQ だっけ、なんか違うやつが、そう、なんか横から違う会社の人が au と同じ系列でやってるんですけど、こっち乗り換えどうですかみたいな。お、早いんですか、そっちの方が。え、こっち同じなんですかみたいな感じで、お、そっち行こうとしちゃってんのよ、待つのが嫌いだから。最初すげえこうやって、はいはいって聞いてたんだけど、だんだんもう膝が揺れ始めて、もうこうなっちゃって。いや、けどこいつもってやっぱすごい人間だよ。俺がさ、やっぱその UQ のみたいに来た時、え、何ですかそれは、AU と同じなんですかみたいな、俺がこうがっついてる時に、やめろ、騙されんな。マジ騙されないだろ、英雄さんがとか言って。
で、騙す気はないんだよ。騙す気はないんだけど、ポンポン出てくるからさ、いろんな話題が。で、なんか途中なんか FOD とか、なんかいろんな Apple TV みたいな、いろんなドラマが見れるコンテンツが盛り込まれてるパックみたいなのが勧められて、見る時間あるわけないじゃん。もう、見とるよ、みたいな感じになっちゃうから、やっぱこれは、まあ次携帯変える時も誰か同伴が必要だなって。結局かよ。うん。一人だと行かないよ、こいつ寂しがり屋だから。1時間もかかる契約そもそもが2回連続あれしてるってことは今5年ぐらいは携帯を一人で行ってないから、もう無理だね。じゃあ、変えた機種名とギガ数言ったら。あ、いいよ。機種名が13 Pro Max。 なんだ、デカめのやつですよ。あー、いいやん。で、ギガ数512ギガですよ。おー、いいや、一番でかいの見せてもらえるんですか。じゃあまずは昔のね、僕のこの建造のカバーでね、これもらったやつなんですけど。そうだね、オフ会でもらったやつだよね。10万人の時に大阪でオフ会やった時にもらったね、うん、リオナちゃんってこのカバーでもらったやつ、ね、リオナちゃん大歓喜。はい、まあけどこれは一生使えますから、このまま使いたいと思います。写真も入ってるし、音楽も聴けるし、思い出たくさんなんで。ほんといい携帯だね。みんな泣きそうでしょ。見慣れたもん、さすがに、うん、俺の携帯はやっぱ見慣れるから。ここの空気砲とかみんな見慣れてるもん。空気砲空港ここにもなんか歯磨き粉がいっぱいついてるし。じゃあこれ並べとくんで、新しいの。じゃあいきますよ。すごい。おー、わー、すげえ。13 Max ですよ。きれい。写真もいいし、充電も減りにくいし、音楽もきっと大きいんでしょ、スピーカーとかも。嬉しい。3年ぶりです。おめでとう。ありがとう。やっぱこの携帯を変えるっていうのが一本の動画になってることがすごいわ。変えるシーンとかもやっぱり、ね、多分参考になると思う。結構質問した方がいいんだなとか、うん、ちゃんと受け答え した方がいいんだなと思う。だってヒューが俺携帯料金10分の1になってるから。そうだよ。いい携帯になったのに、これ月額4000円。やばいでしょ。しかもあれだからね、ギガ放題だから、もう使い放題。うわ、でも俺も神に召されるんじゃないかと思って。もうそろそろ俺はだからさ、月25ギガの中で戦ってたから、やっぱなくなるのよ、半ばぐらいで。俺は5ギガ5ギガ5ギガみたいな感じで、まあ、1万5000円ぐらい買うんだけど、毎月プラス、まあ、漫画書きとかいろんな iPad 代とかで4万、5万円の間お前さまよってたんですけど。やばいよね。まあでも機種代払ったから、ヒューがちゃんと。あ、一括だね。それは安いわ、うん、だってそしたら8000円とかだってことでしょ。だから俺はまあ普通に余裕だったね、機種代は。うわ、キモ。一括だって。財力メガネ。いや、そんなことないっすよ。え、これいくらだと思う、普通に。結構高いんじゃない。21万とか。19万。おお、それ言われた時にやっぱ高いって思うよ。ヒューガがこう、じゃあ一括でって言って、まあ俺も13万ぐらいかなと思ったら、パッて見せたら20万みたいな。20万。さすがのヒューガもなんかみたいな。けど言ってやったよ。安いですねーって。超無理してたヒューガが。あれはね、もう無理だった。こっからね、ヒューガの設定したりして、まあ使えるようになって、まあ皆さんの元に綺麗な画質で、まあ、届いていくよということで。ストーリーとか楽しみにしてくださいよ。まああとね、なんといっても今回の大目玉であります、ヒューガくんの TikTok デビューが決まりました。えぐいぞ。週何投稿？いや、週8はしたい。ほんと？週8はしたい。いや、飯こうやって写すだけとかなしな。また飯食ってるとこあげんだろ。昔あげてたけど。いや、ダメダメか。やってたね。なんでもいいんでしょ、TikTok。いや、なんでもいいけど、2022年の TikTok ランキングはさ、一緒に入ろうよ。あー、ぜひ出てくださいね。それ目標にしよう。あ、オッケーオッケーオッケー。ということで、ヒューガくん TikTok ちょっとアカウント貼っとくんで、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で。バイビー。